はイングランド出身のロックミュージシャン、ボーカリスト、作曲家。1980年代に勃興したノイスブームムーブメントを代表するヘビメタルバンド、サクソンのリードシンガーとして著名。サクソン UK、リーズ公演イングランドウェストヨークシャー州にあるホンディという村で生まれ育つ。1970年頃からブルーコンディションなるバンドで歌った後、1976年に グラハム・オリバー、ポール・クイーン、スティーブ・ドーソン、ピート・ギルラと共にサン・オブ・アビッチを結成。1978年にサン・オブ・アビッチは名前をサクソンと改め、翌1979年にセルフタイトルのデビューアルバムをリリースする。折からのノイスブームの波に乗り、1980年から1986年までの間に8枚のアルバム。 5曲のシングルをそれぞれ UK トップ40に送り込んだ。その後、サクソンの人気は衰え、1995年にはオリバーとドーソンが脱退して、同じくサクソンを名乗るバンドを結成して活動し、裁判沙汰になるなどの混乱に見舞われた。バイフォード率いる本家サクソンは地道にレコーディングを続け、1990年代の多くを ドイツを中心としたツアー活動に費やした。バイフォード自身は本業の傍わら2003年からアマデウスオーケストラの運営監督等も務めた。そして2007年、アルバムジ・インナ・サンクタムのリリースとともに、サクソンは再び脚光を浴びることになり、その年の4月、バイフォードは自助伝サクソン・ネバー・サレンダーを発表した。 オンラインミュージックマガジン GIGWISE.com の2010年1月18日付の記事によれば、バイフォードは2011年の国勢調査に向けて、イギリス人にヘビメタルを新しい宗教として立ち上げ、崇拝するキャンペーンを開始したとのこと。これは2001年にブームとなったジェディズムにあやかったもの。詳細は、サクソンを参照エアパビリオンファストウェイフリーダム。 コールデストラクションハロウィンドローバイオグラフィ。ありがとうございます。